これから通常撮影と、シネマモードの比較をします。これが通常撮影モードです。シネマフィルムモードです。スタンダードに比べ、ややアンダー目ですが、階調が非常に豊かでトーンが安定しています。そのため落ち着いた雰囲気に仕上がります。これがポップモードです。全体的に彩度が上がっているため、非常に鮮やかになり、被写体が際立っていることがわかります。これがレトロモードです。コントラストが低く、全体的に黄色みが強くなります。そのため、オールドフィルムで撮ったような質感を味わうことができます。これがピュアモードです。コントラストが高く、少し青みが強めです。そのため透明感があります。これがシックモードです。露出がややアンダー目になり、コントラストは高めです。そのため落ち着いた雰囲気に仕上がります。これがモノクロームです。モノトーンで落ち着いた雰囲気に仕上がりますが、完全なモノトーンではなく若干、色が残っていることが分かります。これがダイナミックアートです。明るいところから暗いところまで、色を強調しているため、非常にアーティスティックに仕上がります。これがシルエットモードです。コントラストが非常に高く、露出も低めです。そのため暗部を強調することができ、全体的にシルエットに仕上がります。